豊臣優勢、時読み優勢。あれ、ほぼほぼ毎日ラジオちゃうんかいうことでございますけど、まあね、4月30日まで、4月7日緊急事態宣言発令してから、まあ、とりあえず完走しました。そして5月1日もまあ形放送をお届けしたということと、まあいろんなことが気になって、なんかないかなと思ったら、昨日何時ぐらいやったかな、10時ぐらいやったかな、なんとなく音でひらめいただけなんですけど、豊臣優勢、時読み優勢、はじめ時読み優勢にしたろうかと思ったんですけど、まだ政治活動してませんのでね、優勢で、優勢のせいもおまは声にしようかなと思ったけど、やっぱり耳と口で王になる、時を読み、遊び心で、まあ、耳と口ラジオで王になる、ね、日本一に目指して頑張っちゃいます。ラジオジョッキー豊臣優勢、アッキー RJ がお届けなので、ほぼほぼ毎日ラジオは、まあほぼほぼ毎日ラジオ、ほんまはね、時々ラジオでもいいかなとか、時たまラジオにしようかなとか、まあ、いろんなことを浮かびながら、まあ、自覚計算もしててね、豊臣優勢っていう漢字画数計算して、ちょっとガサッと音するかもしれないですけどね、そちらが47画で、時読み優勢が61画足したら47、足す61、足したらね108になるんですよ。まあね、煩悩の数ですが108やったし、もう豊臣優勢と時読み優勢ええかなって、なんか新聞のなんかコラムみたいな、なんかそれこそ週刊現代なんかそこでなんかコラム書いてそうなね、豊臣優勢、時読み優勢、まあ多分途中でコーナーにしようかなと思ってますが、豊臣優勢のほぼほぼ毎日ラジオのが言いやすいし、ね、豊臣優勢、時読み優勢、時読み優勢のコーナーとか、なんかそんな感じでやろうかなと思うんですが、なぜひらめいたんです、ひらめいたらなんかしよう思ってね、ちょっとあの書体はもう iPhone で全部ちゃちゃっと作ったんで、はい、時読み優勢って下に書いてあると思います。 YouTube ご覧の方はご覧くださいというか見てください。時間の時、読むという字、そして遊び心で、やっぱり性をね、声と成功の性といろいろ悩んで画数計算した中で、まあ、あの豊臣優勢と同じ性、要するに耳と口で王になる聖夜の性、聖子ちゃんの性にしました。松田聖子さんが好きなんかいたら嫌いじゃありません、大阪城ホールのライブも行ったことあります。はいね、何だっけ、ストロベ、うわ出てけ、ストロベリーの歌、いちごの曲、あれ聖子ちゃんのストロベリータイムや、ね、最近やっぱいちごの季節でございますから、ストロベリータイム BGM でかかるとね、おって感じでね、歌いませんけどね、ストロベリータイムの季節です、いちごの季節です。さあということで、まあ、時読み優勢後々展開していくかコーナーで使えばいいんですけどね、その軸時間をあのことを話したら時読み優勢でいいんちゃうか言ってね、まあ気になることというか、最近で言うとやっぱりケンちゃんかな、志村のケンちゃんのあのエールでの出演、5月1日初登場ね、ラストにシュワって、あの出てきた時、あれね、有働さんもなんかブログで書いてあったらしいんですけど、光ってたよねケンちゃん、下から光らしてんのかね、まあシワ飛ばしたりいろんなもん飛ばしたり、シミ飛ばかす飛ばすので、よくコメンテーターやあのキャスターの方も下からライト当ててはりますが、あのいわゆる女優ライトじゃないですけど当ててますが、机の下にライトでも置いてたんかな、すごい、まあ有働さんの言葉で言ったら五光が差してた、僕もまあふわーっとね、なんか神様が降りてきたみたいな感じのね、不思議なひげつけてね、本当に役になりきってるっていうか、すごいな、ケンちゃん、エールで登場、志村けんさんはすごかった、これ時読み優勢かな、分かりません。さあということで、もういきなりですが、今日のお誕生日はこの方、上重聡さん、日本テレビのアナウンサー、学生時代に野球選手として優れた実績を残した元 PL 学園の野球部投手ピッチャー、あの延長17回かな、横浜と PL のあの試合をリリーフやね、後半投げはった、最後投げたのは上重さんですもんね、最後前投げてたのは PL はね、
はい、エースナンバーつけてあったと思います。上重聡さん、日テレのアナウンサーおめでとうございます。それからそれから秋元康さんお誕生日、1958年5月2日までは日本の音楽プロデューサー、作詞家、映画監督、放送作家、東京都渋谷区在住。ああ、そんなの出てるの。妻は元アイドルの高井真美子さん、おにゃんこです。株式会社秋元康事務所所属。あ、秋元康事務所ない、いわゆるトヨタミュージー事務所みたいなもんですな。まあ、僕はエトラジ、エトストラ所属ですが、おにゃんこクラブの生みの親ですね。はい、秋元康さんお誕生日おめでとうございます。あのアマちゃんの時に古田新太さんが秋元康さん風のなんかプロデューサーみたいな、ね、モチーフというかモデルにしたような感じの役で出てはりましたが、結構似てましたな、秋元康さんの腕の組み方みたいなね。秋元さんもラジオ系ですよね。ラジオの構成作家とかしちゃったのかな。なんかはがき職人でもしてそう。これはちょっとごめんなさい、個人の感想ですが、ラジオ好きなんだろうなと僕は思う。秋元康さん、今日はお誕生日、高井真美子さんの旦那さんお誕生日。さあ、ということで、まあ今日放送するかどうか悩んだけど、やっぱりやっとこって思った理由の一つに、まあまあほぼほぼ毎日だからいつかほぼにしたいんですけどね、ある今日は何の日をあげてるツイッターのお友達、テリーさんやったかな、お友達も3から6はツイート休みますって書いてありました。今日の投稿2日、5月2日の投稿はしてはった。よくね、ネタ困った時には彼のアイデアというかメモも参考にさせてもらうんでね、どう同じことですかね、今日は何の日に関しては。で、まあお休みする言ってはったしね、秋も理由をつけて休むんじゃなくて、あえて休みは作りたい。で、そういう意味でも、ほんまに、時々優勢、なんか、シャレっ気でね、まあ、謎かけ、ねずっちさんがやってる、大喜利か、謎かけも言うたらシャレやもんね、ダジャレ、神田正輝さんがよく言うてるのもダジャレ、あれも、おじさんになったり、子供ちゃんがよく言うダジャレ、あれ、頭がいいからやと思いますけど、なんか、音が、韻を踏むとかね、ラップもそうですけどね、やっぱり、音を、聞いてラジオマンにとっては豊臣優勢、時臣優勢ってね、なんか漢字当てはめてももたんでございます。豊臣優勢、時臣優勢、全部で108画、コーナーでなんかできたらいいなと思ってまして、まずは時臣優勢の初めてのなんていうかな、タイトルというかテーマはアストロツインズでございます。リバーブ聞いてるか聞いてるか知りませんけどね。アストロツインズちょっと響いたかな。ということで、まあ、初耳の方も、もう秋がしょっちゅうエトラジで言ってるんで、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、一応言葉の意味というか、僕が知ってる範囲ですけども、トヨタミュージアムの範囲、知ってる範囲で言うと、アストロツインズとは同じ生年月日の方を言います。ほんまの双子さんではありませんことはないけど、本当に双子さんはもう普通にツインズでいいと思うんですけど、星が一緒というか生年月日ね。だからほんまに、例えば今日だったら2020年5月の2日生まれっていう、そこまで毎週、本当はね時間もね一緒であればあれば素敵でございますが、そこまでは言うてられないんで、一応同じ生年月日の人をアストロツインズと言うてます。誰がって豊臣秀吉 RJ が言ってます。今日の時臣優勢は時ですとね、じゃあなんでアストロツインズの日として今日僕は認定してるか、マキが認定してるか、まあ言ってませんけど、アストロツインズの日として今日は認定してます。で、理由は実はですね、お伊勢さん、伊勢神宮参拝ツアーっていうのを結構毎月1日前後というか、まあ基本1日に行ってたんですね。で、今大阪に皇太神宮っていう内宮さんと同じ名前の神社さん、神宮があるんで、僕はそちらの方に行かせてもらってるんですけども、まあ、マイクロバスチャーターして、いわゆるレンタカーして、たまに名前出す松本くんなんかが運転してくれて、まあ、
7、8人、マイクロバス10人乗りで行けてたかな、まあ、それぐらいで、まあ、募って行ってたんですね。でその時、まあ、普通に正式参拝して、まあ、下句行って内句行って、あ、猿田彦神社か行って下句内句行ったのかな、下句猿田彦内句かな、まあまあ、 あの幹事さん任せで回ってて、まあ、僕は内宮さんでは笠日の実の宮がパワースポットっていつも言ってまして、開運キーワードのあのバッグに出てきてる鳥居は笠日の実の宮です。内宮のパワースポットと僕は言ってます。はい。で、その伊勢神宮参拝ツアー行って帰ってきて、あれ新大阪やったかな、レンタカーをお返しして、でその近所のファミレスか喫茶店に入ったんですね。で僕はサトル君っていう友達を誘って行ってたんですよ。でまあその中のメンバーにあえて名字言いません、まさきっていう男の子がいて、たまたままさきとサトルが向かい合わせで、サトルの横に僕が座ってたんですけど、まあもうね夜帰ってきたんでちょっとお茶して落ち着いて、まあそこで順次解散みたいなとこやったんですが、あのサトルに、お前明日誕生日やな、あごめんなさい、あの 年下であるのとかよくあの運転手してもらってたんで、サトルって言ってお前言ってしまいましたが、まあまあね、最近岡村君のネタもあるんで言葉には気をつけなあかんのですが、まあまあサトルが明日誕生日やな言って、あそうっすよって、ほんだらそのまさき優子がサトル君の前に座ってまさき君が、あ僕もですって言うんですね。僕もですって言うから、おーそうか、あおめでとう、すごいな、伊勢の帰りに、伊勢神宮参拝行って、5月1日ね、でその翌日の2日、明日が誕生日同士すげえなーって言ったら、あサトルはいくついつやねんって、まあ、昭和ですわ、昭和52年ですと言うたら、まさきも、あ僕もです言い出して、ほんで免許証お互い出し合って、うわめっちゃ一緒やってなって、ほんでサトルは眼鏡かけてなかったんその時に、でまさきはかけてたから、でもあ僕も眼鏡今日持ってますって運転する時かけてるみたいなんでね、ほんで眼鏡かけた、うわめっちゃ似てるわってなって、であせっかくやしこんな伊勢帰りで面白いこんなご縁ないから言うて、ちょっと席変われ言うて、まあ、変わって言うて、でマサルとサトキを、あごめんなさい、サトルとマサキをですね並べて通称写真撮ったんですわ。ほんだ不思議なくらいツインズ似てんねん、メガネかけるまでわからんかったけど、メガネかけた途端にめっちゃ似てて、でその写真はもうそのマサキにあげたのね、マサキのカメラで撮ったのかな、まさきの携帯で撮ったかな。そしたらまさきがその夜かな、伊勢ツアー行ってきました言うて、おにゃおにゃおにゃってやってたら、その後のにあの実はアストロツインズって言うんだそうですって調べようってね、調べてくれてね、で僕たちはアストロツインズですと、同じ誕生日です、セネガピッシュの誕生日生まれですって言って書いてって、でまあ調べたら調べれるんであれですけど、彼は実まさきというのは右手でカヨーンって歩く人で、僕は今彼から受けて左手でカヨーンシャイニーホチューンってやってるんですけど、そのまあ言うたらなんていうかな、開運つながりのまさきがサトルとつながってて、でアストロツインズっていうものをまあその時から意識して、こうやって今日のお誕生日でもお伝えしてるっていう状態で、アストロツインズ言ったらこうこうこうだよって、まあ一つね、模範師匠、まあなんていうかな、教科書みたいな感じで、ね、時間が違えば人生変わりますけどね、まあそれでもまあ一つの参考資料として同じ時間を生きてるわけですから、気にしてみたらっていう、アストロツインズ今日の時読み優勢は、ぜひあなたのアストロツインズも歴史上、まあ、歴史までいかなくて、まあ、いろんなとこ読み解くと、まあ、有名人タレントさんの中では出てるだろうし、友達の中にもしかしたら同級生でいたかもしれない、アストロツインズぜひ見つけてみてください。豊臣優勢時読み優勢でしたのコーナーでした。さあ時読み優勢の、まあ、コーナーを無事やり遂げたということで戻ります。今日は何の日、鉛筆記念日。1887年に正明さんというかな、正明鉛筆製作所、現在の三菱鉛筆が創立し、日本初の鉛筆の工場生産が始まった日とされているが、
三菱鉛筆によれば生産が始まった日は不明であり、同社ではこのような記念日も制定しない。製作所は不明である。でも今日は鉛筆記念日。今日は何の日を歌ってる人には鉛筆記念日をあげてはる人がいたんで、まあまあ満場一致じゃないけど多数決で今日は鉛筆記念日とします。はい、誰がってアッキーがじゃなくて、まあなんだろうという、自分で発信します。機能緑茶の日扱いしたんです。ルード氏は5月1日、平年は5月2日なんですけどね。そしたら今日も緑茶の日出てたんですが、今日は僕は今年はウルード氏なんで緑茶の日として認めません。認めませんとおかしいです。で、今日は鉛筆記念日。で、鉛筆ねーと思ったら、これね、珍しい方やったんですけど、クラスで僕だけやったんで、僕ね、子供の頃ね、小学生時代、毎日鉛筆はカッターナイフで削ってたんですよ。鉛筆削りあったんですよ。で、今も、今シャーペン、鉛筆、ボールペンいっぱい使ってるんで、鉛筆削りは地球儀の、ね、形のね、置いてるんですけども、カッターナイフでね、まあ、手が器用になったらええな、いうことで、母親の指導やったと思うんですけど、カッターナイフで鉛筆削って、まあもう、もちろん、その、ちびれてなかったら削りませんけどね、大体どれかは1日1本ね、学校行ったら、帰ってきたらちびれてるんで、カッターナイフで鉛筆削ってました。まあ、それは日課みたいなもんでした。今の日課は、日課はほぼほぼ毎日ラジオを収録してアップすることですけどね。まあ、ということで、僕にとっての鉛筆は、子供の頃は、小学生時代はカッターナイフで鉛筆を削っていたという思い出、鉛筆記念日。豊臣秀吉のほぼほぼ毎日お届け中。さあ、続きまして、今日は野茂英雄さんが、メジャーデビューの日ね、時読み伊勢も今日メジャーデビューです。野茂英雄さんがメジャーデビューの日、1995年5月2日サンフランシスコキャンドルスティックパークでのジャイアンツ戦で、ドジャース野茂英雄選手がメジャー初登板、初先発のマウンドに立った。ストの影響で開幕が遅れたアメリカ大リーグ、メジャーリーグ近鉄からドジャース入りしたのは、5回を1安打無失点7三振を奪った。 0-0 で降板し、メジャー初勝利こそならなかったが、その後のトルネード旋風を予感させるには十分な回答。1ヶ月後の6月2日、待望のメジャー初勝利を挙げた。見てましたよ、多分見てたと思う。で、ニュースも見たと思うね。もう今でこそ有名。この後ノーヒットノーランを2回ぐらいしてはるのかな、野茂選手。まあ、画期的でしたね。もう近鉄の関係者は大反対やったし、まあ、そんなもん無理や言われた中で、まあ、ある意味開拓者、プロンティアの精神。野茂英雄さん、英雄ですもんね。ね、格すごかったです。野茂さんがメジャーデビューの日、今日は時読み伊勢、便乗しました。豊臣秀吉、時読み伊勢もデビューの日。はい、それからまだ時間大丈夫ですね。豊臣秀吉ほぼほぼ毎日ラジオはいつまでほぼほぼ毎日しとくのか分かりません。僕もゴールデンウィークなんで休みたいな思いながらやっております。5月2日交通広告の日、交通の語呂合わせで関東交通広告協議会が1993年に制定。交通広告というのは、駅や電車、バスの車内に貼られている広告のことを交通広告という。僕は広告の仕事なんやかんや絡んでますが、交通広告の経験はありません。ただし電柱広告の経験はあります。電柱ね、電信柱に貼ってる広告、あれはね、絡んだことあるんですけども、交通広告はありません。ただいとこが、大阪市交通で、まあ、今いう大阪メトロにお勤め、運転手の資格もあるけど、結局駅員してることの方が多いですね。で、ある時突然ある最寄りホームで待ってたら、何してんやんって言われてね、ふって声かけたらね、いとこやったって。で、撮って、ほんま普段はほんまは撮ったらあかんのですけど、と特別にね、ツーショット写真、あの制服のいとこと写真を撮らせてもらいました。はい、で、大阪トロです。交通広告の日、5月2日トヨトミユセのほぼほぼ毎日ラジオお届け中。時読みユセ、トヨトミユセも今日メジャーデビューを果たしました。さあ、ということで今日のお題ね、お題をいただいておるんですが、なんか二択になってたんで、どうしようかなっていうお話だったんですが、もう一応ね、さっき何の話してたか分かりませんが、
ストロベリータイムスが出てきて、イチゴはまあクリアということで、もう一つ UFO ですね。先日昭和の日でピンクレディの UFO はまあまああの時代の子供たちは踊れるよって、うちの妹もね多分幼稚園ぐらいだったと思うけど UFO 踊れてたよ。で僕の同級生は本当にクラスでな、ね、いわゆる発表会みたいな時あったら、歌踊ってたよ。で今の 4,50 代の子はおそらく以上それぐらいの方は女子に言ったら、まあ、UFO は踊れると思うな踊れるかなはい、UFO。 そしてその妹とは僕は御茶ヶ山の上に夕方オレンジ色の光を見て、ああ初めて UFO 見たいうね、2人で見たからとりあえず一緒におるなあ言うてね、 UFO オレンジ色のあのいわゆる楕円型でピッ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 動いてね、いきなりショッと消えましたけどね、オレンジ色の光 UFO 見ました。新宿新たにキラリカイ、何町に言う新たにもキラリカイです。あとそういうことで、UFO です。ですが上重さんに開運キーワード差し上げときます。今日は開運にしげさとしさんに開運キーワード、どこだ、今日は貯蓄です。契約家で家で蓄財力もあり、社会での義理を果たし、豊かな生活力があるとキラリ買えるんですよ。シャイニーホッチュー。貯蓄、契約家で蓄財力もあり、社会での義理を果たして豊かな生活力があるとキラリ買うシャイニーホッチューでございます。貯蓄ね、貯めてください。そして次期新一枚です。渋沢栄一さんの教え、帝王学校のもとで会員キーワード算出しております。リスナーのあなたも開運キーワード欲しいなって方、あなたの未来にぜひ開運キーワードをご活用ください。アキビジアットバンクヤフードと COJP まで、セネガピをご記入の上、開運キーワード欲しい旨をお伝えください。今日は開運キーワード、上重聡さん、元 PL 学園のピッチャー上重聡さんに差し上げました。貯蓄です。そして UFO もできた。今日は豊臣雄星ジーク、時読み優勢がデビューアストロツインズについて語りました。そして野茂英雄さんがメジャーデビューの日、なんか、慣れないというか不慣れというか、それは初めてのことでございますから、ね、で豊臣優勢、時読み優勢、言えるようにもなりたいな、噛まずに言えるようになりたいな、豊臣優勢、時読み優勢もどうぞご贔屓に。今日はアストロツインズ悟るとだから、まさきも今日誕生日おめでとうございます。またね、一緒に伊勢神宮開運ツアー行けたらいいなと思います。エンジョイアットホームステイアットホームステイホーム、お家で過ごそう、お家で楽しもう。5月の2日豊臣雄星のまだやってるよほぼほぼ自粛中毎日ラジオはこの辺でお開きでございます。ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いします。そしてエドスターラジオチャンネル登録、 YouTube チャンネル登録の方もよろしくお願い申し上げます。それではまたお会いしましょう。あなたも UFO 見れるかな、見れたあなたにキラリ開運シャイニーホーチュー。I'm the one doing
your partiality. In a them university, the minority are we. And in a them prison, the majority. チャンネル登録もよろしくお願い申し上げます。But some people are fill up them food out a garbage man. Hey.